はい、みなさん、どうも、眠りさくらです。はい、ということで今日はですね、何をやっていくかと言いますと、ちょっとね、洗濯物干したばっかで申し訳ないんですけど、ちょっとここでちょっと撮影したいので、この背景でお送りしますが、気になさらずにご覧いただけたらと思います。で、今日は、私はね、四肢体幹機能障害と言って、手足と体幹に麻痺があって、こう、まあ、生活してるんですけど、今日は手の麻痺についてお話ししていきたいと思います。で、私が、こう、喋ってる感じでは、手の麻痺があるっていうのはわからないんですけど、そう、手先がね、特に麻痺が強いために、私は字がね、字を書くっていうのがすごく苦手なんですね。その綺麗に書けないっていうのかな。そう、それで結構学生時代もずっと悩んでいましたし、やっぱりなんかこう、女性って、こう、きめ細やかで、こう字も綺麗に書けるっていう、そういう印象が、こう子供、まあ私がね、中学生ぐらいの時かな。そう、同級生の中ではみんなそういう雰囲気だったんですよ。で、隣になった男子に、なんでお前字汚ねんだよとか、おめえ字汚いのとか言われたことがあって、まあ今はね、まあ徐々に、こう、訓練してきて、こう形、まあ読める字っていうのは書けるようになりました。まあ実際に字を書いて、まあどういう字を書くのかとか、あとは綺麗な字を書くために気をつけていることなどをお話ししていきたいなと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。それでは早速、スタート！はい、ということで早速お話ししていきたいと思います。小学生の時の話をしたいと思います。で、小学生に入って、で、本当に小学生の時は、全く字が、その、学習ノートとか、あるじゃないですか。それでちゃんとさ、四角くさ、マス目がついてると思うんですけど、そのマス目にね、とてもじゃないけど、収まらないような字を書いてました。っていうのも、手の麻痺が強かったので、その当時、はみ出しまくっていました。で、すごく本当に、字書くのが、下手くそ。だったので、私はね、学習障害で、算数障害というものも持っているので、その算数の分野だけね、できないっていう障害なんですけど、それで、まあ、その一般的なクラスの他にも、個別のね、クラスにも所属をしていたので、まあ、算数の授業だけはそこで、マンツーマンでね、先生に教えてもらうっていう形をとっていたんですね。で、そこで、字をね、綺麗に書く練習っていうのもやってもらいました。そう。それで、取り入れてくれたのが、そのマンツーマンでね、見てくれる先生との、まあ、絵日記ですね。日記の交換を、こう、やり始めました。それは、まあ、ただやり取りをするっていう意味ではなくて、まあ、字をね、綺麗に書くようにするために、まあ、字を書くことに、慣らすっていうのかな、そういう訓練をしてきました。今ね、なんかお見せできる私が書いた字ないかなって思って漁ってみたんですけど、内容全く関係ないよ。こういう感じで字を書くんですよ。なんていうか、まあこれはなんかアジア、私はね、海外旅行がすごく好きで、その何、海外に憧れを持ってるので、まあ歴史とかを勉強してるんですけど、まあこういう感じの私は字を書いております。で、こういう普通のね、こうやって線が引いてあるノート、レポート用紙なんですけど、まあ今はね、ここに収まるように書けるようになりました。それで、工夫した点としては、真っ白の白紙の紙には書かないようにしています。で、白紙の紙に文字を書くとどうなるかっていうと、私の場合、斜めっちゃったりとか、こうやって書いてこんなになっちゃったりとか、こんなになっちゃったりとかするので、白紙の紙はあまり使わないです。だいたいこういう感じの線が引いてあるレポート用紙を今は使うかな。そう、ノートとかね、もう線が引いてあるやつを使っています。で、まあ中学生、小学生の頃は、マス目ですね。小さいマス目。が、こう書いてあるノートっていうのを使ってました。まあ、マス目が最初あるだけで、まあ、そのマス目に、こう、
ぴったり合うように書くっていう練習をしていったところ、文字がね、だんだんね、改善されていきました。で、まあ、急いで書くっていうのを意識せずに、そのゆっくりね、自分が読める字で書くっていうのを意識して書くようにしました。はい、じゃあね、早速字を書いていきます。じゃあ私の自己紹介でも書こうか。で、私が工夫している点としては、ここの線があるじゃないですか。で、線の、この、こことここの幅があると思うんですけど、ここになんかぴったり収まるような感じで書いてます。例えば、自分の、まあ、名前を書くとしたら、こうやって書いて、眠り桜ってこう書くじゃないですか。ぴったりじゃないですか。この線と、この線とここの線にぴったり合うように、まずは書く練習を、意識して行いました。眠り桜、22歳、しーさ、ちょっと待って、しーさ、漢字書けない。8月20日生まれ。まあこんな感じで、とにかく文字を少し大きめに書くと、まあ、読みやすい字が書けるかなって思います。好きな食べ物はいくら、ハート、と、卵、オムライス、とかね。まあ、こういう感じですね、私の字って。そう、高校生ぐらいからかな。安定してこういう感じの字を書けるようになりました。みんないつも、ありがとう。まあ、その字を書いてる時の手の感覚っていうのは、と違和感があるわけではないんですけど、こうペンをね、ギュって握っちゃったりとか、こう力の加減っていうのかながちょっとわかりづらいかなっていうのはあります。そう。まあ、こうやって握って、こう、ここの地面にね、こう固定して、ギュッと下に押さえつけて書くと書きやすい割とっていうところかなと思います。まあね、今はすごく、なんだろう、お仕事をする場面でも、パソコンを使って行うことが多くなったので、字をね、綺麗に書かなきゃっていう場面に遭遇することはすごく減りました。まあ私はこんな感じで、まあ徐々に、まあ自分もね、他の人も読める字っていうのを書けるようになったんですけど、ね、今学校に通ってる方だったりとか、まあその字をね、綺麗に書けないっていうので悩んでる方がいらっしゃったら、ぜひね、参考にしてもらえたらいいなって思って、ちょっと撮影してみました。はい、ということで今日はね、この辺で終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルで、お会いしましょう。せーの。バイバーイ。